まず今日の試合の感想をお願いします。相手は強いって分かってて、もう自分たちは勝ち点差広げられるわけにはいかないので絶対勝たなきゃいけないっていう試合で、まあ、守るっていうよりはとにかく攻めて、それで最後に守るっていう形を意識してやろうっていう試合に臨みました。まあ、ディフェンス陣、岩清水選手中心に、まあ、1点は取られましたけれども、でも非常に相手に対してこう引けを取らないというか、当たりもすごく激しくいっていて、非常にこう意識の高さというか、そういうのが目立った試合だったんじゃないかと思いますけど、自分たちのストロングポイントは攻撃でもあるんですけど、やっぱバイタルのところで相手に受けさせないっていうのがディフェンス陣の仕事だと思うんで、そこを意識してやれたのはすごい良かったなと思います。実際、まあ、相手のフォワード、例えば大野選手であったりとか、あるいは、川澄選手であったりとか、そういう相手の攻撃陣に対して、どういうふうに立ち向かっていこうというふうに思ってました。スピードもありますし技術もすごいあるので、簡単に行ったらすぐ抜かれてしまうと思ったので、まあ、じっくり人数かけて数的有利の状況を作って奪おうというふうにはみんなで話してました。まあ、今回そのワールドカップの、まあ、予備登録メンバーには、まあ、選ばれたっていうのがあったと思うんですけれども、その辺のこう自分の中でのこう感想というかですね、どうでしょうか。まさか入ると思ってなかったのでびっくりしたんですけど、もっと頑張って入りたいなってより強く思うようになりました。まあ、怪我からやっと、まあ、今日も復帰して、でそこから、まあ、今年のこの、まあ、活躍というか、そういった部分が、まあ、ちょっと認められている部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、怪我してるときはサッカーできればいいなぐらいに思ってたんで、もうここまで復帰できて、もう本当に周りの人に支えてもらったので、そういう方たちに恩返しできるようにもっとサッカーできる喜びかみしめながら頑張りたいと思います。